は骨粗しょう症と医療、いわゆる骨粗しょう症が高い低い、破骨細胞っていう、骨粗しょう症が低い、学び研究室の船原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、はい、骨粗しょう症の話をしたいと思います。で、結構歯科に関係ある話を中心にしてきたんですけれども、今回はありがとうございます骨粗しょう症は歯科で見るのかということですねもう最近トレンドに上がってて、皆さんもどうぞご存知だと思うんですけれども、ちょっとここのところを、どっちかというとこう理解して、うん、こう簡単に覚えられるようなことを、うん、ちょっと構成で進めていきたいなと思っています。はい、というわけで骨粗しょう症のその1ということで、今回は骨粗しょう症と医療っていう話をしたいと思います。はい、前編は骨粗しょう症って何なのっていう話で、うん、後半はもう歯科と関係があるところをまとめてお話しする形なので、もうこちらの方ご存知の方はこっちから見ていただいたらいいかなというふうに構成してみようと思います。はい、というわけで今回は骨粗しょう症と医療という話です。はい、なぜ骨粗しょう症が問題にされているのかっていうことなんですけれども、うん、骨密度が高い、骨密度が低いって言い方をしますけども、まあ、高いと硬くて丈夫、低いと折れやすいんですけれども、うん、骨密度が高いって、骨の骨密度が高いっていうのはどういう状態なのかってことなんですけども、まあ、実際の写真を見るとですね、うん、こういう形になります。密がこうしっかり詰まってる状態で、低いとスカスカの状態っていうのが、うん、いわゆる骨密度が高い低いっていうことで、これがですね、女性に多いんですね、骨粗しょう症っていうのが。はい、で、女性、かなり多いです。50代の場合9人に1人、60代で3人に1人、70代だと2人に1人という形になります。で、女性の生涯における骨量の変化は成長期に増加して30歳頃にピークを迎え、その後は低下をしていきます。で、これなんでかっていうと、バランスの取れた骨代謝にはエストロゲンが関係します。で、閉経に伴いですね、だから、こういう形で、50代、60代、70代という子が増えていくと、うん、で、伴いエストロゲンの分泌が低下するので骨量が急激に低下することで、うん、骨粗しょう症のリスクが上がるというふうに言われています。で、じゃあ骨折するとどうなる、まあ、もちろん痛いし困るのはあるんですけれども、ちなみに大腿骨を骨折して要介護状態になった場合は、どこの場所かっていうと、この場所ですね。これは脱臼しているものですけど、ここですね、この骨、この大きい骨です。なので、ここの大きい骨が、折れてしまうとですね、歩けなくなるということで、ベッド上での生活時間が増える。そうすると筋力も低下していきます。そうなると一人での生活が困難になることで、介護につながると。で、女性の要介護原因第5位っていうふうに言われてます。かなり高いですね。これがきっかけで要介護、はい、そうです。そうです。骨折したことにより、まあ、いろんなとこがこうずるずると芋づる式にいって、まあ、要介護の原因にあったということが第5位と言われているので、まあ、これがですね、まあ、たかがというわけでもないんですけど、骨折することで QOL の著しい低下、介護保険の支出、ここですね。国が心配するのはここ、うん、この介護保険を抑えたいんですね。で、そうなるとこの5位であるこの骨折をなんとかしたい、じゃあ骨折なんとかしようと思ったら骨粗しょう症なんとかしたいっていうことで、まあ、国としてもお医者さんとしても、ね、ここのところもね、相まってちょっと骨粗しょう症をなんとかしていこうということで研究が進められています。というわけで、また戻るんですけど、じゃあバランスの取れた骨代謝にはエストロゲンが関係するという話なんですけど、骨代謝ってそもそも何なのっていうお話をこれからどんどんしていこうと思います。で、骨代謝とはですね、ざっくりですね、これちょっと絵なんですけども、破骨細胞っていうこういう、骨を溶かす細胞があるんですね。わかりやすい。はい、ありがとうございます。で、骨っていうのは、自分の体もどこも大体、新しくなってきますね。血液だってどんどん新しくなっていくように骨も新しくなります。なので骨の古いところだったりとか悪くなった骨っていうのをこの破骨細胞が溶かして、ここをね、きれいにしてくれます。で、このきれいになったところどうなるかっていうと、骨芽細胞がここ新しい骨を作ってくれる。で、新しい骨になりました。で、また古くなったところはこういうふうに破骨細胞が来て、吸収してっていうふうに、こういうふうに回るのを骨代謝、骨のリモデリングというふうに言います。吸収して作って、そうです、ずっとこれ続けてるんですね。はい、うん、だから
っちのことを、まあ、骨吸収っていうふうに言って、こっちのことを骨形成っていうふうに言うんですが、これがですね、骨吸収と骨形成っていうのはこういいバランスで成り立っているから、骨がしっかり強い状態、骨密度がしっかりある状態になってるんですけど、これが骨をどん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 溶かす方ばっかりが、強くなってしまって、こちらの骨を作るのが追いつかない状態っていうのが骨粗鬆症につながってきます。というわけで骨代謝とはまあどういうものなのかっていうのはざっくり分かっていただけたと思うんですけども、ここにじゃあエストロゲンがどう関係してくるのかっていうお話が次回というか、これを説明するのにすごく長くなってしまうので、これはちょっと次回からどんどんお話していこうと思います。というわけで今回はなぜ骨粗鬆症をターゲットにしてこう医療展開がされているのか、骨粗鬆症によってどういうデメリットがあるのかっていうのをお話ししました。じゃあそれを踏まえた上で、なぜしないといけないかが分かった上で、じゃあ骨代謝の仕組みと簡単な整理を分かってもらえると、ここが分かるとこの一番めんどくさいこの治療薬のところがすごく理解しやすくなるんですね。なのでちょっとまあこっちをやってこういうふうに進んでいきたいと思います。骨粗鬆症で大事なことをすると、はい、まあ、QOL 低下して、まあ、治療費もかかるよっていうことが分かったんですけど、はい、骨粗鬆症で骨折しやすい部位っていうのはあるの？実はちゃんと調べてないので分からないんですけども、自分の経験から言いますと、やっぱりこう倒れたりとかするときに衝撃が行きやすい部分っていうイメージがあるので、そう、手首とかあと大腿骨とか、あと骨折もその衝撃があって折れるだけじゃなくて圧迫骨折も含まれるんですね。なので結構腰の、すごいね、はい、圧迫骨折でっていう方は結構その、まあ、骨粗鬆症のお薬飲まれててっていう方で外来に来られて、もうこう腰の圧迫骨折をずっと繰り返してる方とかっていう、まあ、ヘビーな方ばっかりちょっと来るので見てるんですけども、そういう方もやっぱり多くあります、はい、ありがとうございました。はい、はい、骨粗鬆症の定義というか、はい、なんか例えば健全な人をのその骨密度を100としたりとか、はい、なんかその数値的な、なんかこう判断基準っていうのはあるんですか？あるんですけれども、はい、あの正確にちょっと私今言えないので、はい、ノートの方で詳しく示したいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あ、そうだ、あの、まあ、女性っていうふうにちょっと言わせていただくと、男性も一応あるのはあるんですけれども、うん、なんで男性が上がってこないかって言いますと、男性はこう年をいったからって言って、その男性ホルモンが突然こう女性のようにガクッと下がるということはないんですね。なので特に女性っていうふうに言われていると、まあ、男性もないことはないです。で、男性の場合骨粗鬆症っていうのは、まあ後にもその骨粗鬆症の原因、まとめて出すんですけれども、まあ、年齢、加齢ですね、加齢に伴い、まあ、男性ホルモン減ってきて、骨粗鬆症になっていくっていうふうに言われています。はい、じゃあそうしましたら、また、次の回でよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回のクイズはこちら、答えは下の概要欄からノート記事をご覧ください。 Twitter や Instagram もやっております。我々の活動が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。